どうも、ドラゴンホース2神サリシ大地にトパーズ王国編パート3だ。前回はトパーズ国内を統一した。今回からは世界を歩いていく。進めようとしたら各城から出撃されているな。では戻って8人で迎え撃つとしよう。わしは泳げんのです。誰か助けて。おい大丈夫か。助けてお願い。結構可愛いじゃん。そういえばそういうイベントがあったな。城に戻るべきと思ったが、相手は3人なら問題なさそうだ。遭遇してしまおう。ということで特に特別なことなく撃退。もう一部隊いるが1人か。一応先で消耗しているし、今度は城で迎えと。普通にやろうと思ったらフィリポが出撃したいと言い出した。どうやら過去にジョバンニとは何かあったようだな。ではフィリポに任せて勝っておこう。この2戦を終えてひとまず内戦へ。先ほどは助けていただいて感謝しております。わしたちは出雲王国の者、楓様の婿探しのため諸国を回っているのです。私楓。俺はシェンだ。シェン様、いい名前で。なんであんなところで溺れてたんだい。楓様がファンダリアの国王バーツ殿を軽く袖にしてしまい。だってあの人暗いんだもん。自分の国の王を侮辱されたと、その部下に海に突き落とされてしまったのです。美しい女性にそんなことするなんて許せねえな、ファンダリアの野郎。ま、美しいなんてよく言われますけど。なんだお前。言っとくがな、俺はずうずうしい女嫌いなんだよ。あら、私もよ。気が合いそうね。同盟を結びましょう。楓様、国同士の同盟、そんなに簡単には。いいの。なんだこいつ。豪快な女だね。あたしゃ気に入ったよ。しばらく遊んでいきな。ありがとう。話せるわね、おばさん。自分の家だと思ってゆっくりしていくんだよ。なんだかよ、顔が綺麗だが性格に問題が。そうですね。どこ、なんか言った。いえ、何も。シェン様、あの女気に入った。何よ、あんな女。ライラ焼いてる、シェン様。ファンダリアへ攻める雑な理由をもらって進行すると思ったが、また師団が出てきたので城に引き返して迎え撃つ。なんだ、攻めてこれるほどの戦いや一人って。まとめて城で迎え撃つことにする。やることは同じだからスキップ。一応新しい武将技ぐらいはお見せしよう。邪魔をするな。トリプルダガーはダガースローが3本飛んでいく。だが威力は3倍ではなく5だけ増えるのみ。ダガースローを連打した方がコスパ自体は良いのだ。あとは苦労することなく勝利。10人の城に攻め入ってきた1人も撃破だ。しかし逃してしまったな。近くの城も1人しかいないから追撃しよう。それで勝利はしたものの、またイサークは逃してしまった。幸い攻める必要のないところに逃げたので、あとは放っておこう。一旦内政を挟むことにする。探索と同じように武将の勧誘が行われることがある。断られることもあるが、最終的には勧誘できる。さて敵の本拠地に攻め入るとしよう。とはいえたった2人である。お前は野心によって戦いに挑むのか。ならば俺は剣を取ろう。この国を守るために。ちょっと待ってくれよ。俺はティリスって女を探しに。戦闘開始。ファンダリア城内での戦闘だな。負けられませんね。
昭和初期で MP がそれなりにあるから有料である。あとリバイト MP があるからあと1回撃たれるな。許せません。2回目に耐えられるか怪しいので退却する。武将をフィリポに変えて退却させた。君主、パーツ戦だ。とはいえやることは他の武将と全く変わらないのだ。そういえばカットばかりで1戦闘をフルで見せたことがなかった。1試合ぐらい残しておこう。ただ正直退屈ではあるのだ。兵に指示をしたら武将では何もできずに待つしかない。まずはバトルエルフを後方に構え、武将に兵を集めて掃討する。そういえば公式ガイドを入手した。ゲーム中で参照できない兵のパラメータも載っている。今回の戦闘であればこんな感じだ。バトルエルフは山賊に対して命中率が低いとは知らなかった。まあこんなことは考えなくても問題ないゲームではある。さて敵兵が武将に到着。武将に集まってきた兵をバトルエルフが攻撃して援護だ。相手もバトルエルフを用いているが数はこちらの方が上。同種の兵の相性はないから単純に数が多いこちらの方が有利だ。フルで見せるとは言ったものの、待ち時間の多すぎて何を話せばよいのやら。主がこのゲームに触れたのは確か中古の詰め合わせを親が買ってきたところからのはず。敷布ケースに収まったメディアとバラの紙類といった感じ。他ソフトもいくらか詰まっていた。エーベルージュというシミュレーションゲームも確か同じように入手していたな。同時期の親はそういうものをよく入手していて、ネオジオ CD のソニックウィングス2のインレイだけとか、キングオブファイターズ94の説明書だけとか、そういうのがある。ネオジオ CD の本体は持っていなかったのだがな。最近は店頭でゲームを買うことが少なくなってしまったが、今でもこういう売り方はされているんだろうか。そういう話をしている間に敵兵は壊滅。バトルエルフで弓地区を開始しようというところ。つまりそのライフを削り切る作業が残っているのだ。本作はこういう風に戦闘中はとにかく街が多い。現代なら YouTube で動画を見るなどしながらプレイするのがちょうど良いかもしれないな。そして削り切ることかなわず引き分けだ。これで一戦である。退却の基準を下げるか武将の耐久を減らすかする調整が必要だったのであろうな。勝ちが決まっているようなものだからシェンでとどめを刺すとしよう。君主同士のやりとりなのだが専用のセリフはない。寂しいところだ。せっかくなので武将技で仕留めよう。これでファンダリアの本拠地を制圧した。ここもボイスなしだ。ファンダリアとはもう戦う必要はないのだが、移動を開始していた残党が来たな。というかお前か。撃破して捕らえることができた。これで内政を待てる。どうやら俺の負けのようだ。なんだよ、一国の王ともあろうものが一回負けたぐらいでそんなにしょぼくれるなよ。シェンドロ、俺の背負った十字架が見えるか。この肌の色、この顔。人の世に生きて魔族の血が流れているということの宿号が。一体それがどうしたって言うんだ。半分魔族ってことは半分人間ってことだろう。山賊やってりゃいろんなやつが集まってくるさ。人種、肌の色、生まれ、それがどうしたってんだ。そんなことにいちいち構っていたら山賊なんてやってらんねえよ。シェン様、一応今は国王ですよ。国王になろうがどうしようが俺は変わらねえ。そうだそうだ、俺なんてどこの生まれかもしれない。気がついたらここに流れてきたんだ。私もエルフの血が半分。私なんて元コックだよ。私妖精。私もどうだ、うちにはいろんな奴がいるだろう。まいったか。シェンド、俺は潔くあなたの捕虜となろう。捕虜？何言ってんだ、俺はそういうめんどくせえことは大っ嫌いなんだよ。仲間になるかならねえか、そのどっちかだよ。シェンドの、今日からお前は俺たちの仲間だ。
シェンロ、共に戦わせてくれ。これでファンダリアとは同盟国になった。残党もまとめて仲間になるから、残党と戦う理由はレベル上げ以外に意味はない。そしてそのレベル上げも攻略するだけなら不要である。さて、序盤で兵士追加の巻物、しかもバードマンである。いや、後半では役に立たないのだが、序盤なら役に立つかもしれない。シェンに追加しておこう。忠誠度について少しだけ気にしてみよう。ネリーの顔アイコンがあまり良くない。忠誠の指輪を押し付けて無理やり忠誠度を上げておくとしよう。パンダリア制圧と区切りが良いので、私の愛用武将。黒金はビジュアルも悪くないし、良いボイスが当たっているからおすすめの武将だ。今後使っていく。ということで今回はここまで。最後まで見てくれてありがとう。さらばだ。